キハ25系機動車は、東海旅客鉄道が保有する一般系機動車である。JR 東海の一般系標準車両となっている313系電車をベースに設計された機動車で、外観は313系電車とほぼ同一である。一両あたりの全長は313系の先頭車両と同じ 2100mm で、 国鉄時代から踏襲されてきた標準的な機動車の全長よりも短くなっている。全車を日本車両製造が製造し、万代区分の異なる2両で固定編成を組む。2011年3月1日に営業運転を開始した。2013年の伊勢神宮式年仙宮に向けた快速、三重の輸送力増強用に2010年から2011年にかけて、 武戸豊線に投入された一時車と国鉄型機動車であるキハ40系及び JR 発足初期に製造されたキハ11系の置き換えを目的として2014年以降に高山本線、大田線、帰省本線、三宮線向けに投入された二時車がある。2015年以降二時車の団地向け仕様変更車が登場している。一時車は 都市圏の竹と予選に対応する設計とされたが、将来の竹と予選電化に伴う多線区への転用を見込み、ローカル輸送にも対応しうる準備工事がされている。二次車では当初よりローカル輸送向けの仕様変更がなされている。車体は313系電車同様、先頭部が普通構成、その他の部分がステンレス構成で、一両につき片側3カ所ずつ。 両引き戸の客用ドアを設置する。車両の床面高さも313系と同様に、駅ホームとの段差を小さくするため 1140mm である。一時車は将来的な運用線区のホーム高さを見越して、客用ドアの乗降口,口にステップ取り付けのための準備工事を施した状態で登場したが、二時車は当初からステップを乗降口,口に装着して登場した。 313系とは、ドアステップの有無以外にも、全面貫通扉上部前消灯が省略されている、廃照機の形状が異なる、などの車体構造の違いがある。車体構造については二次車ではさらに以下の点が変更された。1600番台の車内ドアステップの有無の違いを、除き一部の313系電車と部品などを、 共通化している一時車の車内は3 1 3系線3 0 0番台に準拠し、座席は転換式、クロスシートが主体で、クロスシートがドア間に5列ずつ配置されている。0番台の場合トイレは連結面側の車端部にあるが、トイレのない100番台はこの部分にロングシートが設置されている。トイレは車椅子にも対応する大型のもので、 この反対側に車椅子スペースが設けられた。乗務員室はワンマン運転に対応し、LCD 運賃表示器や運賃箱などワンマン運転用の機器類を備える。これに関連して、客用ドアは開閉ボタン付きの半自動式が採用された。二次車の車内は313系2300番台に準拠し、座席は全座席ロングシートに変更された。トイレは1000番台。 1500番台にあり、一時車と同様連結面側の車端部に車椅子対応の大型トイレが設置され向かい側に車椅子スペースを設ける。1100番台、1600番台にはトイレはなく、車端部にもロングシートが配置されている。一時車と同様ワンマン運転に対応し、ワンマン運転用の機器類を備えるが、デッキの整理券発行機は半減し、 各車両最後部のドア付近のみの設置となった。また、各ドア上部に設置されていた、車内案内表示装置を削減し、地取り配置とする、荷棚を、パイプ式とする、室内灯に、LED 照明を採用する、客用扉とつま面の貫通扉の室内側は、化粧板を廃止して、ステンレス無地に、変更、といった一時車からの変更点がある。定員は、 1次車では0番台が134人、100番台が140人。2次車では1000番台、1500番台が129人、1100番台、1600番台が136人である。運転台上運用設備も313系4次車を元にした設計で大部分の部品を共通化したため、JR 東海の機動車では初めてワンハンドルマスコンを採用した。 保安装置は2形式の自動列車停止装置と、緊急列車停止装置、緊急列車防護装置を、心臓時から装備している。エンジンは、カミンズ製電子燃料制御式、ディーゼルエンジン、N14ER シリーズを一両につき一機、搭載する。最高出力は 520PS だが、応急運転時の出力であり通常運転時は、最大 450PS で稼働し、 非常時の未最高出力となるよう切り替える方式が採用されている。変速機は変速1段、直結4段の液体式変速機で一時車はパワーオンシフトであったが、二次車以降は従来と同じ同期シフトとなった。なお、一次車も未の大田車両区に転属後に同期シフトに変更されている。最高速度は時速1 1 0トル エンジンの排気管を車体つまめに装備することから、エンジンや変速機などの動力系の機器は、車体中央から後方にかけて配置され、ブレーキ関係の機器は、車体前方に配置された。動力系が後寄りにあることから、台車の配置も、前方が付随台車、後方が同台車である。同台車については、動力の伝動効率を高めるため両軸を駆動する。 二次駆度が採用された。同台車、付随台車ともにボルスタレス台車であり、形式は同台車が CDT67 型、付随台車が CTR255 系である。二次車では動力台車に東海道新幹線の N700A 系で採用されている台車振動検知システムを元に開発された振動検知装置 BVD を 在来線車両では初めて搭載しており、床下に取り付けられた同装置により、台車などの状態を常時監視し、軽微なうちに故障を検知して、運転台に表示できるようになっている。その他に、減速機の支え構造が改良されたため、動力台車の形式が CDT67A 型に変更された。また、エンジン側の変速機と、 動力台車をつなぐ推進軸の落下対策を強化し、落下防止枠の形状を変更したものを増設している。ブレーキは、電気指令式空気ブレーキのほか、機関ブレーキ、直通予備ブレーキ、大切ブレーキを装備する。一次車、二次車とも、バリアフリー対応トイレ付き戦闘車と、MC1 プラス100番のトイレなし戦闘車による、末尾登板の二両固定編成を蘇生する。 最大重量までの編成を蘇生することが可能だが、他の形式との連結はできない。一時車は2010年11月10日に最初の2編成が出場、続いて2011年2月23日に3編成が出場し、2両編成5本の合計重量が導入された。2020年4月1日現在、 1プラス101から5プラス105の個編成前者が、美濃大田車両区に配置されている。落成時の配置基地は、名古屋車両区で、2015年3月10日付で、美濃大田車両区に変更されている。編成表は、以下の通り、2014年9月に、最初の3編成が、日本車両製造より出場した。後に、 同年11月から翌2015年2月にかけても、編成が2015年5月から同年6月にかけて4編成がそれぞれ日本車両製造を出場した。2020年4月1日現在は1001プラス1101から1008プラス1108の8編成が、美の太田車両区に1009プラス1109から1012プラス1112の4編成が、 名古屋車両区に配置されている。高山本線、大田専用は P 編成、汽成本線、三宮専用は M 編成と称する。このうち M4 編成は、新生当初名古屋車両区所属だったが、2017年3月4日付で、美濃太田車両区に転属した。その後、2019年3月5日付で、名古屋車両区に再転属している。編成表は以下の通り、 10.1100番台を団地仕様に変更した番台であり、規制本線などの団地路線で使用されている。基本構造は1.1100 11番台と同様で、スノープラウが省略されているなど、細かな変更点がある。2015年6月から2016年1月にかけて14編成が落成した。2020年4月現在の配置は、名古屋車両区。 一時車一時車は二千十一年三月十二日のダイヤ改正に先駆けて、同年三月一日より、竹と予選全線、東海道本線大府駅名古屋駅間で営業運転を開始した。これにより、日中の竹と予選列車の多くは本形式での運用となり、従来竹と予選で運用されていた、キハ七十五型を捻出し、これらは関西本線、三宮線の快速、 三重の運転量数を二両から全列車四両に編成増強するために充当された。主に区間快速として運行される東海道本線内では本形式の最高速度に合わせて所要時間が従来よりも若干伸ばされていた。2015年3月1日の竹と予選の減下後は客室ドアの上行口のステップ化の改造工事を行い高山本線岐阜駅井野谷駅間を呼び 大田線前線に転用されている。二次車二次車の P100 番内は2014年12月1日より、高山本線岐阜駅井の谷駅間及び、大田線前線にて営業運転を開始した。2015年度には36両が追加投入され、2015年8月1日より、帰省本線亀山駅新宮駅間と、三宮線前線でも運用を開始し、老朽化した。 キハ40系とキハ11系0.100番台を置き換え、増備の進展により2016年3月26日のダイヤ改正でキハ40系を淘汰し、JR 東海が保有する機動車はすべて、同社発足後に製造された車両となった。同時に本系列の名称線への入線も開始されたが、名称線への入線はキハ11系300番台が不足した。 際の大掃除に限られる臨時列車保温形式を用いた臨時列車運用については主に爽やかウォーキングや F1 グランプリ沿線でのイベント開催に伴って運転される臨時快速列車などの実績があるありがとうございます